はい、皆さんこんにちは。こんにちは。大久保選手、目大丈夫？無理です。起きてね。はい、本日はですね、冬季練習がっつり入る前に、まあ、コントロールテストを結構すると思うんですけども、コントロールテストやっていきたいと思います。まあ、ただし、まあ、ただのコントロールテストでは面白くないので、せっかくなんでね、勝負していこうと思います。で、今日は飛距離対決です。飛距離対決4種目行います。立ち幅跳び、立ち5段、ベリシンボールの前と後ろを投げて、この4つの距離で1番を決めたいと思います。では頑張るぞ。ルールは2回投げていい方の距離を取るそうです。さあ、メリシンボール前投げ、フロント投げ1本目です。さあ、優勝候補の寺井美穂、行くぞ。はいよー。おお、世界記録、世界記録。絶対そうなんや。覚えておいてね。12メートル、12メートル、10、12、10を越せ。さあ、どんなもん。10メートル7。よしよし。さっきより伸びる。さあ、ひとみさん。行ったれ行ったれ。はい、こう来たー。全然足りてない。あ、なるほど、やっぱテラちゃん強いんだな。お願いします。はい、はい、記録やばねえ。怖いよ。怖いらしいです。寺井選手怖いよ。まだいけるよ。こんだけコツを教えてもらってます。なるほどなるほど、最後ガッてやると素晴らしい。はい、お、結構伸びたやん。並びましたね、2位が。3人、お願いします。はい、どう、伸びた。お、これで2位ですね。ちょい伸びで。さあ、頑張れ、いちこさん。真似しますね。バック1本目。はーい、見切った。さあ、奥久保選手1本目です。はい、1290。はい、じゃあ行きます。はい、ではひとみ選手1本目です。お、これは低いね。じゃあもう一回。さあ、12ジャスト。はい、はい、よっしゃーい、オッケー。お、70。あ、そうです、さっきの方が。あ、そうか、結構いったと思ったけどな。やっぱ最初の方が飛ぶんかな。12、70。1ぐらいやな。
12m10 ってことは美穂が最下位、そういうことですね。やりたかったやってもいいよじゃあこれでとりあえず、あさあ次立ち幅です。次はちょっとね滑るので足かけてもいいルールにします。さあこれも2回ですかね。2回やって納得いかんかったらもう1回やるらしいです。とりあえず2回で、2回出し切れたら2回で、絶対3回いくしょ。はい、お願いします。はい、はい、おさあ記録2メートル久保選手気合いも入ってました。いや私意外と折れないよ。私飛ばないです。一緒だね一緒だね。2m23 です。この子鳴らしといて、しっかり鳴らしといてね。さあ行こう。はい、思いっきり蹴りまして、ほら来た、自己ベストやん。タイ2m50、2m50 です。さあ、はい、さあ1本目、なんで急にそんな細かく細かく行ってないな。厳しく行くもん。厳しく行くもん。あ、でも惜しい、めっちゃ惜しい。めっちゃ。あ、7m だよ。7m だよ。ちょっと。7m。いいやつ。いいやつ。なんかさ、厳しく行きます。曲がってったよ今。やっぱ上手やな。15m85。お願いします。お、あ、来た。いちこりんと一緒や。お、じゃあ伸びたね。いやお。さあ、奥歯2本目。いいよ。奥歯あるある。命をかけたジャンプ。着地うますぎ。ほら、また忖度してるよし、行きます。はい、お、すごい自己ベストじゃないこれ。コントロールテストが自己ベストはやばい。冬季前それが忖度点取って、あ、あ、忖度入ってる、忖度か、はよせや。60だね。もうほぼ60。まあでも59。59。よっしゃ、はい、行きさ。最後。あ、もう伸びた、伸びた、めっちゃ伸びたで。よし。おお。はい。すごくて手が伸ばせない。すごい。せない。すごい。あ、確かに左足は行ってるの。右の抱え込みが。あ、赤毛。あ、ゆりさん上手。90ぐらい。2m90。90。まあまあぼちぼちやね。立ち幅跳びの結果お願いします。大久保ちゃんが25。2m25。はい。私が2m33。2m33。40。2m40。2m59。はい、 OK です。さすがですね。では最後かな、次立ち5段に行きましょう、はい。
お、12入りか。よっしゃ。はあ、お願いします。はい。さあ記録。13行ってる。え？え、13行ってる。そう。え、待って待って待って。あ、13行ったね。焦ってます。え？早く測りたいな。行ってたら1個ベストや絶対。え、多分行ってると思う。ゼロがベスト。98とかやもん。あ、ほろ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 。ジャスティン。14。やば。13。え、ジャスト？13m ジャスト。え、息自己ベストなのこれ？はい、タイぐらい。タイぐらい。すごいすごい、いいね。持ってきたよ。それだ。はい、1本目。じゃあお願いします。11m 入る。はい。11m85。 はい、じゃあ行きましょう。寺井選手1本目。おーおー、さあ12 70 70ぐらいかな 12 70 OK。 はい、じゃあ2本目。すごいな。めっちゃ早かったね。ちょっと間違い。跳躍力でスピーディーさが勝った。めっちゃ面白かった今。めっちゃえ、じゃあ、コンタクトない？入りが12:50になりました。畳んでもいいや。よし、攻めます。はい、やばい、いける。おーよー、いった。やばい、いける。おー、いった。あ、でも、あー、そっちのもいったか。そうや、怖すぎる。4ぐらいやから。でもあれか、90、そう、ぐらい。嬉しい。12、90。全然抜くやん。あ、そうですね。アブレージも高い。誰の手、誰の手、誰の手。音手の後ついてる。よし、よっしゃ、お願いします。はい、2本目。お、絶対いい。え、めっちゃいいんじゃないですか。絶対いい。え、本気だ。12絶対いってる。12いった、絶対。よし、だってここで7やもん。よし、行きます。はい。おー、いった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 。今日またトップや。え、13超えた？13、20だ。20や、やば。やば。13。17です。17です。13、17。え、これで記録何これ？12ジャスト。攻めすぎ。いや、あるもんな、かかとが。あるもん。こういったやね。多分12.1とかでしょ、これ。やったー。だってガチで、ここやから。あ、そうやな。そうそうそう。1ある？ 12.3 ぐらい。3ぐらいある。おー！ 12m03 まである。
全然いたんじゃん。すごい。惜しいわ。どんどん落ちちゃった。え、どっから飛んだ？じゃあ50。あ、え、じゃあ行ってる行ってる。あ、行ってるわ。あ、50か。行ってるわ。行ってる。30？ すごい。行ってるな。あ、行ってる。厳しい。え、だって 85か。85足す 25？ あ、じゃあ35。35。すごい。やった。やっと本気やね。はい。え、いったいったいった。嘘。いったこれ。え、それでどうなる？いった。だってここやもん。ほら、14やもん。ああ。だから50、13、50。13、50やりましたね。13、50。で本気は出した？本気出した？出しました。ああ、やっとって感じ。いや、怪しいな。え、行ったね。そう、どんな気持ち？疲れたな。悲しい。ピエン、ピエン。では、立ち子の結果お願いします。はい、12メートル3センチでした。はい。12メートル20です。13メートル35です。13メートル50です。さすがです。はい、じゃあ、距離は後でね、合計して、総合の結果をまた発表してもらおうと思います。はい、はい、お疲れ様です。ユティックチャンネルやで。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、それでは4種目終わりました。その4種目の距離を全て足して、順位を決めるとの対決でしたが、どうですか？優勝、私したんじゃないという人。自信がある人は手を挙げてください。そうですね。はい。じゃあ、4位からいこうかな。まだわかんないからね、手台かどうかをね。4位からいきます。4位。38メートル68センチ。大久保ゆり。イエーイ。はい、第3位。38メートル83。久貝ひとみ選手。はい。はい、2位。39メートル55。生き一子選手。さあ、そして、40メートル89。寺井美穂。さすがです。おめでとうございます。はい。何か一言ありますか？申し訳ないですか？みんなに勝ってしまって。申し訳ない。喧嘩ですね、これは。また1月に練習した成果が出るのかと、また測っていきますので、その時はまたこの記録全員が上回っているように頑張りましょう。はい、それでは今日お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。